はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、茨城に来ておりますというか、実はですね、今日茨城での撮影2本目でございます。11時ぐらいかな、撮影させていただきまして、夕方2軒目に来ておりますが、ちょっと背景見てわかるかな、2軒目に来ているお店ではございません。皆さんご存知の文福飯店さんでございます。僕のね、動画ちょっと前にも上がってると思うんですけれども、勝龍さんに行ってるメンバー揃ってね、2軒目に伺っておりますが、ちょっとね、みんな着々と料理来てんだけど、とんでもない量来ております。ちょっとね、皆さんに見せましょうか。やってみせます。これ何キロなんですか？見る限り7キロ弱はある気がするんですけど。考えないことにしてます。なるほど。奥のマックスさんもやばいですね。目玉焼き50個に分厚いエアーズロックみたいなトンテキをもう食べちゃいます。トンテキはね、もう完食してたんですけど、もう1キロ以上あったトンテキが、多分ね、マックスさんも8キロぐらいあるんじゃないかな、あれ。ご飯合わせるとね、これ本当ね、トンテキ期待した方がいいよ。トンテキうまい、もう別格別格ね、安藤さん。はい、ということでですね、僕の方もかなり料理来てまして、正直文福さんなので出揃ったかどうかは分かりません。ただまあちょっとね、出来たてで熱々のうちにいただきたいので、先にいただいていこうと思います。それではね、いただきます。まあ、まずはいっぱいありますんで、僕の好きなものからね、食べていこうと思います。まずはね、こちら文福さんといえば僕のね、大好きなシューマイでございます。ちょっといただきます。やっぱうまいな、ね、シューマイがね、ふわふわで肉汁がめちゃめちゃ溢れるんですけど、これがね、マジで絶品です。うまっ。一応ね、ご飯本当に少なめでってお願いしたんですけど、この量で育児なし盛りっていう一番少ない量になります。一応ね、育児なし盛り 300g らしいですけど、これね、間違いなく300ではない、600、700くらいあるね、これ。うん、うめえ。育児なしの大盛りっていう件もあります。え、育児なしの大盛りはただの大盛り。とんでもねとんでもねまあでもね、今ね、ゴールデンウィーク期間中なんですけど、本当にね、文福さんは実家に帰省した感覚なんですよね。うん、うまっ。いやでもマジでね、これうまいわ。うん、さあ、でどれに使えようかな。うん、怖いよね。あれ、はい、え、巨大ミートボール。うわー、うわー、やべえ。今日もやべえな、これ。さあ、熱々のうちに食わないといけないのがいっぱいあるから、続いてこれ、トンテキでございます。もうトンテキっていうか、もうポークステーキというか、まあこれもね、通常の、まあ、営業中でも販売してるメニューだそうです。いや、めっちゃ分厚いな。うわ、ちょっと1枚これ、やばいっすよ、大きさが。うわ、トンテキうまっ。なんだこれ、これめっちゃくちゃうまいっすわ。うん、柔らかいんだけど、ちゃんとね、お肉感もあって、甘辛い味付けがご飯にすごく合います。うまお汁にもゆで卵、こっち2個入ってるんですけど。どういうことだろう、これマジで自分の画面で見ると絶望的な量が。やばっ。あー、大学芋ありがたい、ありがとうございます。あー、デザートまで。え、ブロックドン、しかも今回はブロックドン、あ、俺、はい、だって昨日マックスがやっちゃってって言ったのも、マックスさんにやっちゃってって言うから、てめえ。マジか、やば。よし、ちょっともう腹は決まった。じゃ、ちょっと次のメニュー移りましょう。よいしょ、これチキン南蛮かな、これ。あいつ画面外に下ろしたぞ。ちょっとね、次紹介しましょうか。これね、続いてがおそらくチキン南蛮だと思いますね。いや、ちょっとマジで重っ、やば。まあちょっとこれいただきましょうか。うわ、うまっ。
そう、こんな感じ。白飛びしちゃうんだけど、ごめんね、こんな感じです。ちょっとね、こちらもいただきます。うん、うまっ。音聞こえるかな、これタルタルも乗ってて、ちょっとね、時間も経ってるんですけど、それでもね、サクサク感が残ってて、またね、お肉ジューシーなんだよね。やっぱどのメニューもうまいわ。うん、あのカツこんなでかいと思ってなかったな。うまっ。うめえ。撮影が始まって30分経ってないぐらいなんですけど、5人全員のね、心が折れてますね。いやー、でもほんと美味しいな。まあもちろんね、ごめんなさい、コメント欄でも言われるんですけれども、あの YouTuber の特権だろとか言われる場合もあるんですが、初見のお客さんにはこういったサービスはないんですけど、あの YouTuber に限らずね、常連さんとかにはね、すごくトシちゃんさんもこういっぱい料理を出したりとかね、愛情を提供したりとかもしていて、僕らに限らずっていうところなんで、トシちゃんさんの愛情をね、受け取ってもらいたいんですけど、大体の方がね、食べきれない量になるので、持ち帰りもできますんで、その際はね、無理せずにテイクアウトして、ご自宅で楽しんでいただきたいなと思います。うん、うん、さあ、ガジュさん、はい、生まれた、生まれた、ご飯の中にサプライズが、味玉が入ってました。あ、いい香り。今ね、これ小鉢というか一口サイズでね、ホタルイカの干物かな、いただきましたね。でもホタルイカのスルメイカ初めてかもしれないですね。マジで、あ、うまいです。うわ、うまい。まあ、完食しきれないと思うんで、徐々にこういろんなおかずを食べていきましょう。続いてこちらでございますね。ホイコーローいただきました。これもね、今ね持ってるけどめっちゃ重いわ。うん、うん、うん、やっぱうまいな。甘辛い味噌っぽい感じの味、これがね、ものすごいご飯進むんですよ。うん、よいしょ。うん、うん、いやー、でもマジで美味しいな。うん、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 もうだいぶ苦しくなってきたな。よし、次のメニュー紹介しましょう。じゃあ続いてね、これなんか常連さんのメニューってことで、まあ、これ皆さんでも頼めるらしいんですが、こちらがおけまり巨大ミートボール串刺し定食ということで、ちょっとこれもいただいちゃいましょうか。やーば、重っ。いただきます。うん、まっ。このね、ミートボールめっちゃ長いんだけど、これごめん、撮影の都合上でね、今結構時間経ってるのでだいぶ冷めてはいるんですけど、柔らかい。うん、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 これは今日も無理だね。続いてこのご飯物ですね。これブロック丼ということで、まあ、ベーコンとか角煮とかいっぱい入ってるんですけど、もう片手じゃ震えるぐらいマジで重いです。角煮をまず一口いただきます。はぁ、また角煮美味しい。今食っても十分美味しいって感じるよ。うまっ。うまいけど
その後のベーコンはやばいな。これ多分ですけど、ラスカルの動画の中で文福さん来た史上一番多いかもしれないけど。ああ、よいしょ。うん、またね、この自家製のポテサラがうまいんですよ。余った汁にこれ絡めて、うまっ。うん、うん、うん、はい、ということでトンテキのお皿は完食でございます。ここで視聴者の皆様に悲しいご報告がございます。これ以上完食する僕のお腹の余裕はございません。もうこの辺りでね、一回これデザート挟まさせていただきたいと思います。こちら大学芋でございます。うん、ってことでね、ラスカルライのチャンネルはこの辺りでごちそうさまです。としちゃん、詰めてもらってもいいですか？はい、お願いします。はい、久々に、まあ、文福さんに来まして、いろんなねご縁がありまして、みんなと一緒に来れました。普段ね来る時も基本的には一人ですので、いつもよりもワイワイと本当にね、実家に親戚とみんなで集まったみたいな、なんか本当にそういうような気持ちになりました。すごくね、今日もとしちゃんの愛をいただいて、お腹だけじゃなくね、心もいっぱいになったかなと思います。いや、 YouTube を見てね、文福さんに来たいなと思ってくれた方は、ぜひね文福飯店さんに来て、としちゃんのね愛情をたくさん受け取ってみてください。ただここで一つ注意がございます。初めての方でも誰々さんのね動画を見ました、ずっと来たくてやっと来れましたなんてとしちゃん話したら嬉しくてめちゃめちゃもらえちゃうんで、そこだけはね気をつけてください。ただまあね、店員さんも喜んでくれるとは思いますので、まあお持ち帰り前提で構わないってことであれば、動画を見てきましたとお伝えいただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルの方ではゲーム実況なんかも最近始めましたので、ぜひそちらの方もご登録をよろしくお願いいたします。それではじゃあね。ザマミロ来たー。